山本修五郎怪人呉博士悪魔のお嬢さんベルを押すと、若い女中が出てきた。ク呉先生はおいででしょうか。僕は理科大学の研究生で、押川三郎というものですが、 少々お待ちくださいます女中が引っ込んでいくとまもなく十八区になる洋装の美しい礼状が出てきた素敵に美しい三郎はちょっと顔が赤くなるような気持ちさえした父をお尋ねくださいましたそうねはあまことに失礼でございますが父はとても気難しいやで。 研究中はどなたにもお目にかからないことになっておりますんですけどそれは承知してきました三郎はポケットから封書を取り出して実は大学から先生の研究室へ委託生として選ばれてきたんです当分先生のそばでお手伝い方々研究の実習をさせていただくように総長の沼見博士の手紙を持ってきているんですが では、父にそう申しますわしばらくお待ちくださいます霊長は三郎から手紙を受け取って去ったが10分ほどすると足早に戻ってきてお待たせいたしましたどうぞ失敬しますお靴のままで結構ですのそう言いながら霊長は低い声であの お聴きになってらっしゃるかもしれませんが、父は非常にせっかちで癇癪が強うございますから。もし失礼なことを申し上げても、どうぞご勘弁くださいませ。ほう,ほう、大丈夫です。間の抜けた返事だったが、なにしろ相手が怪人とか雷とか悪魔などというひどい。やだなまでついている。呉博士のことで心中。ビクビクものできたくらいだから。 実際のところ大丈夫ですというのは三郎の本音なのである母屋の廊下を突き当たったドアを開けてさらにもう一つ菓子作りの頑丈なドアを入ったところが研究室であった各種各用のレトルトや試験管や実験機械が所狭しと並んでいる部屋の中央に大きな書き物テーブルがあって反拍の紙と髭をもじゃもじゃにした中老の博士がかけていた。 君が押川三郎かこっちへ入れ三郎が挨拶もせぬうちに博士は大きな声で怒鳴った失礼いたしますぬなみの話によると君は優秀な学生だということだが学校の教室で3年や4年勉強したからって人間の価値が決まるもんじゃないぞことに 近頃の学生どもは口先ばかりうまくて中身はなっちゃらん実にバカげたもんだほとんど怒号するようにわめきながら椅子を立って大股に歩き回るその間中少し汚い話だが博士は右手の小指を鼻の穴へ押し込んではぐいぐいとひねり回すのだ妙な癖があるもんだ 三郎は博士のわめく声よりこの世界的な学者の珍妙な癖を面白そうに見ていた博士は背の低いずんぐりした体つきでいくつきも手入れをしていない反白の髪は肩まで垂れ頬から顎から一面の髭であるこれが今世界中止の的になっている XF 超火薬の発明者とはとても思えない風景だ 大学を罵倒し教育制度を罵倒し学会をクソみそにやっつけた博士はようやく気が済んだものかまたしても鼻くそをほじりながら急に振り返って「よしあさっての金曜日から来い」とヤブカラ棒に言った何時に伺ったらよろしいですかわしは毎朝暗いうちから仕事を始めとる。 期待時間に来るがいいだろうちょっと待てこれを教えといてやる博士はそう言って北側の窓際に並んでいる試験管の列の前へ案内したこの中にはわしの研究した類炎化カリウムが入っている今死ン反応の試験をしているんだ明日はこれへ。 1> f 1号というわしの発見した薬剤を入れてみせよう君がまだかつて見たことのないような素晴らしいエメラルド色になるぞ長いだふと三郎の手が博士の左腕に触れた途端せっかく静まった博士の感触がまた爆発したバカ野郎この腕は爆薬試験でやけどをしとるんだ 気をつけろ、馬鹿野郎馬鹿野郎というのは乱暴である。すみません知らなかったものですから。知らんわしが腕にやけどをしていることを知らんというのか抜けているな、貴様は。もうよいあざってまた会おう帰ってくれ おやピストルの音だッと倒れる物音初めて会った人が腕にやけどをしているかどうかわかるはずがないそれを抜けているなというところなどまさに怪人というあだ名を恥ずかしめぬ機嫌だ会釈もそこそこ研究室を出るとドアの外で令状が心配そうに待っていた。 まあ、父がとんだ失礼なことを申し上げまして、どうぞお許しくださいませ。いや心配しないでください。三郎は赤くなりながら慌てて打ち消した。学者はみんな同じですよ。けれど、抜けているなと言われたには少し驚きました。ほほほほ、自分の方がよほど抜けていますわ。 明るい霊状の笑いに誘われて三郎も思わず笑いながら玄関へ出た翌日ぬなみ博士へ報告に行くとそうか承知したかニコニコ微笑して何しろ怪人博士だから注意してやってくれたまえ腹はすこぶる善人なんだが口が悪いからなどうだ 鼻くそをほじっていたろうご存じなんですか高等学校時代からの癖なんだ。れの鼻の穴は今に後頭部までほじり抜けるだろうと言われたものだよ。ま、しっかりやってくれ。三郎は吹き出しながら帰った。金曜日の朝、参考書とノートを一抱え持って、押し川三郎は、 平川町の呉博士邸を訪ねた庭からじかに研究室へ来いと言われていたので立ち木に囲まれた美しい芝生を歩きながら「お嬢さんが出てくるといいなあふとそう思ったこれから当分あの怪人と一緒に暮らすのだと思うといささか平行だが。 明朗でまばゆいような美しいお嬢さんのことを考えるとかえって軽い楽しさを感じさえするのだったしかし部屋にでもこもっているのか令状はついに出てこなかった研究室の横手のドアをノックすると誰だわめくような返事とともに内側から博士がドアを開けた「なんだ君は!」 断りもなしに屋敷の中へ入ってくるなんてけしからんじゃないか。新聞の勧誘なら断るぞ。僕です、先生。押川三郎です。なんだ、押川とは。いかにも怪人らしい。おとといのことをもう忘れている。しかし、新聞の勧誘と間違えるのは辛辣だ。理科大学の 押川三郎です。おとつい、総長の添書を持ってきた委託研究生です。今日から来いとおっしゃられたので、伺ったんです。そうか。そんなこともあったようだな。失礼します。三郎は構わず研究室の中へ入った。博士は不機嫌な様子で荒々しくドアを閉め、 わしは今探し物をしとるから君は勝手に君の仕事を始めたまえ一昨日の実験を拝見したいんですがそんなことをいちいち覚えていられるかい,いえあのイエンカリウムへ F1 号を加える実験です博士は左手を大きく振りながら君がやれ君がやれ わしは今それどころではないんじゃ。塩化カリウムなんとクソをくらえだ。君が何でも勝手にやってみろ。それから、今日は女中も娘もおらんから、昼飯の注文には君が行くんだぞ。結構です。しかし先生。うるさいわしは大事な探し物がある。けれど、 F1 号はどこにあるんですか皆まで聞かずそこの戸棚を探してみろバカ野郎わめきながら研究室の会場へ登っていった何かというとバカ野郎だから始末が悪いしかしいくら自分でやれと言ったって入れる薬品の定量もわからないのでは手が出せはしない三郎はしかたがないので まず自分の研究の順序をつけようと思い罪のテーブルに向かってノートを広げた三郎が大学の研究室で与えられたテーマは呉博士と同じ系統の超強力爆薬であるこれは在来の材料を用いず全く新しいしかも日本が無限に増しているある物質を持って作るのだしかし今のところ世界一と言われる クレー博士の XF 超火薬を凌駕するものができるかどうかは未知数でその点からも博士の指導は今後の成功不成功に重大な影響があるのだしかしどうもあのバカ野郎と言われるのは苦手だな三郎はノートをめくりながらつぶやいた壁の時計がゆるく午前10時を打った。 会場では博士がまだ探し物をしているらしく、物を置き換えたり、ガサガサと何かかき回している音がする。サブローはふとある西洋の笑い話を思い出した。学者、おい、わしのメガネを知らんか夫人、ご自分が目へかけていらっしゃるじゃありませんか学者、 いやこれは今探そうと思ってかけたんだよメガネを探すのにそのメガネをかけているこれでは100年探してもわかるまい博士もそんなことじゃないかなと思っていると突然会場に凄まじい銃声が起こりタッと激しく人の倒れる音がした。 シンクに変わる試験管三郎はは弾かれたように椅子から立つと半ば夢中で階段を駆け上がった二階は図書室で右手に書類を入れる大型金庫がぽっかりと口を開けその前に博士が倒れているああ、先生走り寄って抱え起こしたが博士は ピストルを持っている右手を上げて西側の開いている窓を示しながらししいやつが逃げた。見見てくくれ。桶<側>わしのことなんかかまうな。んかう早く見ろ。三郎は窓際へはせつけた人の姿は見えないが窓の外に長いはしごが立てかけてある博士はうめきながら立ち上がった 何も見えませんが、はしごが立てかけてあります。もう少しでやられるところだった。こんなに奴らの手が回っていようとは思わなかったぞ。そのはしごから忍び込んで、そこの隅に隠れていたんだ。泥棒ですかそうだ。わしの XF 超火薬の構成法を盗みに来た大泥棒だ。 先にこっちが見つけたから一発ぶっ放してやったが危ないところだった金庫が開いていますがまさか合成法を盗んでいったのじゃないでしょうね金庫はわしが開けたんじゃ博士が言いかけた時三郎は絵画の研究室で妙な物音がするのを聞いたいきなり身を翻して階段を駆け下りる。と、 今しも一人の快感がドアの外へ出ようとするところだ待てっ弾丸のように飛びかかったが相手はひらりと外へ出てパッとドアをたたきつけるその弾みに鍵がかかったのであろう三郎は体ごとぶっつかったがびくともしない「先生鍵を鍵を」鍵をと叫ぶと博士が降りてきて やめろ。と喚いた。君は学生だ。警官じゃない。逃げる者を追ってまで危険を犯す必要はない。しかし、何か重要なものを盗まれたら。わしが探しても見つからぬものが、奴らにたやすくわかってたまるが。ここには、 超火薬合成式のほかに重要なものなどありません博士はそう言って声を潜め実は今朝からその合成式を探しているんじゃそれはまたどうしたわけなんですいつも書庫の大金庫へ入れておくんだが45日前に一度出してみた。 その時どこかへしまいなくしたらしいんじゃどうさがしてもわからんぬすまれたのではないでしょうねバカ野郎いまここにふたりもあやしいやつがしのびこんでいたのをみたろぬすみだしたものをまたぬすみにくるバカがあるかバカ野郎左のこぶしでテーブルをどしんとたたきながら 博士はイライララとわめきたてた。てそんなくだらんことを言う暇に貴様も手伝って探すがい赤い大封筒に入っているんじゃ目が違えば案外早くわかるかもしれん語尾は弱々しくかすれていた三郎はすぐに立って点で勝手のわからぬ室内だがとにかく命ぜられるままに探し始める 博士は再び会場へ去った三郎は仕方なしに書き物テーブルの周囲を書き回していたがふとテーブルの上のある吸い取り紙に目をつけたまだ真新しいもので大きくかすかに1行インクを吸い取った跡がある無論左文字になっているし荒々しい走り書きだから読みにくい「中」 おー、郵便局止め置きようやくそう判読した別に意味のないものである三郎はしばらくその文字を見ていたがふと振り返って右の棚の方を探しにかかったするとガラス張りの薬品戸棚の中に 1> f 1号と書いた小瓶のあるのを見つけたので素早く取り出して北側の壁際に並んでいる類塩化カリウムの試験管の前へ進んだそして小瓶の線を抜き中の薬液を試験管の中へ少しずつ垂らし込んだおや一昨日博士は素晴らしいエメラルド色になると言った。 しかし、か今 F1 号の薬液を加えると不思議にもそれは鮮やかな赤に変わったのである妙だなあ確かに F1 号なんだが。とつぶやいた時階段を下りてくる博士の足音が聞こえたので慌ててまた探しにかかった見つからんかわかりません。 ほうへお持ちになったのではありませんか母屋のほうもすっかり探したんじゃとにかくこの研究室内にあることは確かだこんなことなら娘を遊びに出すのではなかったどうも探し物は女のほうがうまいよ時にもうお昼だがそこらへ行って何か注文してこんかほう、はあ、何を言いましょう そんなことをわしが知るか。少しは気を利かせろバカ野郎三郎は急いで飛び出した不思議不思議。赤封筒の行方門の外へ出て二三歩行った時「押川さん」と手を挙げながら洋装の美しい娘が向こうから走ってきた。 博士の礼状である。おかわりなさい。今日から来始めました。よろしく。父はいまして。探し物があるんで、あなたがいらっしゃればいいっておっしゃってるところです。ああ、それからご注意しますが。とサブローがクセ物が忍び込んでいたことを手短に語ると、礼状はさっと顔色を変えた。 しかし心配しなくてもいいですよ。警察へも保護を頼みますし、僕だって二人や三人は相手できますから。じゃあ、私すぐ父のところへ行きますわ。昨日の朝から一週間の予定で鎌倉の別荘へ行っていたんですけれど、なんだか妙に父のことが心配になって帰ってきましたの。やっぱり虫が知らせたんですのね。よかったこと。 早く行ってあげてください。僕もお昼の食事をあつらえてすぐ帰ります。足早に門を入る令状と分かれて半あまり行ったが、三郎は不意にピタッと道へ立ち止まった。急に目が鋭くなり、ぐっと下唇を噛みながら何か考える。赤。エメラルド色になるはずが赤になる。赤。赤。 それから「中央郵便局留め置き」妙なことをつぶやいていたがやがて決心がついたようにしばらく行って左手にあるうなぎ屋へ入った三郎はうなぎ屋で電話を2通かけた1つは警視庁1つは中央郵便局へ警視庁へは クレ博士の身辺に危険が迫っているから、至急保護をするため警官を送ってくれというのであった。それから急いで研究室へ帰ってみると、博士は令状を促して一心に捜査を続けていた。まだ見つかりませんか見つかっていたら探しやせん、バーガやけにわめく。お父様 麗城は父をたしなめながら三郎の方へ美しい目で謝った博士はなおも大声に君は今娘に警察へ保護を頼むと言ったそうじゃが余計なことをすると承知せんぞ警官などに何ができるみんなボンクラのデグノボじゃあんな能なしどもに頼むほどわしはおいぼれちゃおらん おっしゃるようにいたします。サブローはおとなしく答えた。令状は気の毒そうに、優しい眼差しで幾度もわびるようにサブローを見ながら。さあ、お父様、二階の書庫を一緒に見ましょう。きっと書棚の間にでも入っていますわ。本の後ろにでも落ちているんでしょう。本の後ろは探したよ。 でも、見落としということがありますもの。一緒に行って探しましょう。それは無駄ですよ。三郎が静かに言った。博士は大きく目を向きでして。何何と言った書庫を探しても無駄だと言ったんです。お嬢さん、よした方がいいですよ。意外な言葉だった。 令状も驚いて問い返そうとした時庭を横切ってくる人の足音がして研究室のドアをノックしたそして入ってきたのは4名の警官だったおお何だ君らは博士は見るより拳を振り回して何の用があってきたんじゃここには君らの来る用はないこのバカ者が余計なおせっかいをしたんじゃ 帰りたまえまあちょっとお待ちください。三郎はそれを遮って。ご苦労さまでした。と警官たちに会釈し,した。実は、呉博士の身辺に非常な危険が迫っているんです。2時間ほど前にも現在この研究室の中へ2人のくせ者が忍び込んできました。今でもおそらく狙っているでしょう。 ピストルをお持ちですか持っていますと部長が答えた結構ですいつでも打てる用意をしておいてくださいそこで先生書庫を探しても無駄だと言ったわけをお話しいたしましょう聞こう失礼ですが先生の忘れっぽいのにも驚きました 火薬合成式の書類を入れた赤封筒は、先生が自分で中央郵便局へ極止めにしてお出しになったではありませんか。中央ゆ、ああ、そうか。博士は思わず歓喜の声を上げた。そうだ、極止め郵便じゃ。 くせ者に狙われているのでしばらく安全な場所へ隠しておこうと思って極度めにしたんじゃがすっかり忘れておったわいしかし君はどうしてそれがわかったのかい先生のテーブルの上にある吸い取り紙にその宛名が写っていたんですそれで試しにうなぎ屋から電話をかけて聞いてみましたら確かに 中央郵便局にあるという返事でした意外意外怪人博士の正体博士はホッと安堵の息をついてしかしそれならなぜ帰ってすぐに言わなかったんじゃお嬢さんがいらっしゃったからです お嬢さんを危険にさらすのは嫌ですからね娘に何の危険があるんじゃクセモノです先生の超火薬合成式を盗もうとする売国奴ですそいつは今でも我々を狙っていますだからまず警視庁へ保護を頼みそれから赤封筒の在りかを言いかけた三郎は突然あ危ない 先生、後ろにくせ者がとあめくと博士がとっさにピストルを抜き出して振り返るせつな三郎は後ろからタタッと博士の右腕へ踊りかかった電光のような素早さ令状や警官があっと驚きの声を上げた時三郎は博士のピストルを奪い取って「手を上げろ!」 とうわめいた。博士は壁を背に息を弾ませてつたっ,った。礼状は震えながら。お塩さん、父をどうなさいますの？マガモノ、貴様気でも狂ったか。動くな。サブローはピストルを突きつけたまま叫び。動くと撃つぞ売国だ。 貴様が何者だかということはもう分かっているんだ。お嬢さん、行ってあの髪の毛と髭をむしってください。そんな大丈夫です。こいつは先生じゃありません。先生の合成式を盗みに来た国賊です。お嬢さんが鎌倉の別荘へ行かれたルズに先生をどこかへ押し込め。 誰か来た時の用意に先生の姿に化けて書類を探していたんです。はじめは僕も先生だと思いました。お嬢さんもそうお信じになった。それほどこいつは巧みに先生の動作を真似ていますが、しかし先生のただ一つの癖、高等学校時代からの癖を見落としていました。もう一つ、先生は研究中に 左の腕へやけどをなすった。ちょっと触っても非常に痛がられた。ところがこいつは、さっき僕が左の腕を持って助け起こしたとき何とも言わなかった。僕はそのときもう気がつきました。こいつは偽物だと。言って彼のかつらをむしりとっておやりなさい。霊場はまだ半信半疑で恐る恐る近寄っていったが、 そのせつな相手はいきなり霊場の体をつかんで引き寄せぴたりと自分の盾にしたあっと叫ぶ三郎警官たちもピストルを向けて迫ろうとしたが相手はせせら笑って撃つなら撃ってみろかわいそうだがこの娘さんに風穴が開くぜ小僧 あっぱるだ。よくも俺の正体を見破ったよ。博士の素振りは十分研究したつもりだが、腕のやけどには気がつかなかった。<laughs> しかしお気の毒だが、合成式はもらったぜ。貴様が今喋ったことは、窓の外にいた仲間に筒抜けだ。今頃はもう中央郵便局へ行って、 捕まっているんだ。サブローが叫んだ。電話で打ち合わせがしてやる。取りに行かせて捕獲させるためにわざと大きな声で喋ったんだ。なぜだかわかるかそれはな、そいつを捕まえて先生の居所を白状させるためなんだ。ち、ちっくしょう測りやがったな お嬢さんを離せ。もうジたバタしてもダメだ往生際をよくしろナリックス片手で反発のひげをもぎ取ると凶悪な顔を引きうがめながら快感は後ろ下がりに階段の方へ行く三郎ははがみをしたが快感が片足を階段へかけた刹那、まるでつぶてのようにダッと身をもって相手へ飛びかかった ガガラガラッと物の倒れる音霊場の悲鳴相打つ肉弾の響き一瞬二人の姿はもつれたままタッと床へ倒れたが突き上げる三郎の鉄拳がすごい勢いで花っ柱を砕くお<ー>うめいてひるむところを 羽を着た三郎はやっとばかりに上からのしかかって「手錠!」と大声に叫んだ霊場は真っ青になって階段の手すりにもたれて震えていた中央郵便局で捕まった圧巻の言葉によって彼らの隠れ家から救出された博士を迎えるためそれから間もなく 三郎は麗條と一緒に自動車で警視庁へ向かった研究中の類塩化カリウム液が先生のおっしゃったのとは違って赤く変わった赤赤赤は危険信号の色です先生は悪漢たちに捕らえられた時僕にこの信号を残すためカリウム液に別の薬品を入れていらっしゃったのですしかしやつらも皮肉ですね 僕たちに盗み出す手伝いをさせようとは、これだけはゃれていますよ。おかげさまですっかり無事に収まりましたので、ね、父が聞いたら何と言ってお礼を申すでしょう。きっとこうおっしゃいますよ。馬鹿野郎って。まあ、あっほ令状は思わず吹き出したが。でも、 もしあなたが見破ってくださらなかったら私まで悪者の手につかまって苦しめられたに違いありませんそう思うと本当にぞっといたしますわこのお礼にはどんなことをしても足りませんのね令嬢はわずかに頬を染めながら言ったもし博士がこの会話を聞いたらそれこそバカ野郎とどなるであろう ししかし今三郎と麗城は若い者だけの知る温かい幸福の微笑を交わしていた車は警視庁の前で止まった。